はい、おはようございます。地担当の人です。いよいよラストですね。はい、地下鉄赤い駅って書いてありますね。はい、名鉄とも書いてありますね。はい、ラストの場所でございます。セカンドシーズン、なんだっけ、セカンドシーズンボーナスステージ、メインシーズンファーストステージのボーナスステージ、ラストになるのはここ、赤池なんですよね。赤池駅なんですよね。はい。まあ周辺施設はバスがいっぱいありますね。赤池3番出口があります。ああ、赤池線ですな。はい。ああ、こんな感じですね。はい。こんな感じでございます。赤池田んぼ案内図ってのもありますな。ああ、寿司御殿とかいっぱいあるな、これ。これは驚いた。はい、驚きました。マクドナルドもあります。うん。これは驚い、これも驚いた。ああ、ご試験のこと一応考えてありますな。はい。岩崎城歴史記念館。日清消防署。こんな風に案内してくれるんですな。日清研究開発団地。あそこの名前、その名前なんですな。はい。国道153号線バイパス。はい。こんな感じですな。で、あとはめぼしいものはないですな。はい。ないですね。マッサージでリラックス。ファミリーマートもあった。うん、まあこんな感じですね。ではそうですね。では家の方に帰って反省会をしたいと思います。はい、それでは今回はというか家に帰ってアップロードと今回の総括をしたいと思います。はい、それでは今回はこれで失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。